三菱 4N1 型エンジンは三菱自動車工業によって開発、製造されている小、中型乗用車向けの直列4気筒ディーゼルエンジンの系列である。製造は京都府京都市にあるパワートレイン製作所京都工場にて行われる。2006年6月、三菱自動車工業と三菱重工業は2010年の量産化を目指し、次世代クリーンディーゼルエンジンを 共同開発することを発表した。当初は欧州市場への輸出向けであったが、後に北米など他の主要市場にも投入することが発表された。次世代ディーゼルは、ミフと共に2006年7月に発表された三菱自動車の環境行動計画2010における中核を成すものとされた。4N1 型エンジンは、 まず 1.8L の 4N13 が2007年のフランクフルトモーターショーでコンセプト CX と共に発表された。続いて 2.2L の 4N14 が同年の東京モーターショーでコンセプトポーランドズオティと共に発表され、翌年の北米国際オートショーに出展されたコンセプト RA にも搭載された。4N1 型エンジンは欧州のユーロ後、米国のティアーニービンゴ。 日本のポスト新長期規制に準拠すべく設計された。燃焼時の急激な圧力上昇を減らして、アルミシリンダーブロックの重量を抑えられるように、エンジンは低圧縮比となるように設計されている。DOHC16 バルブの吸気側にはマイベックが採用されているが、可変バルブ機構を採用した乗用車用ディーゼルは、これが世界初となる。コモンレール式で、 噴射圧力2000気圧のインジェクターを採用して燃焼効率を高めている。4N13 には、それのイド式、4N14 には、ピエゾ式のインジェクターがそれぞれ採用されている。いずれにも急速消音タイプのセラミックグロープラグが装着されている。4N13 は、タービン側に、可変ベーンを備えた VG ターボを装着し、異なる運転状況に応じて、 最適な下級圧をもたらす。4N14 はコンプレッサーにも可変ベーンを備えた VD、VG ターボを装着し、さらに燃焼効率を高めている。摩擦、騒音、振動低減のためオフセットクランクシャフトを採用し、全域でスムーズさと静粛性を実現した。そして各国の排出ガス規制に適合するため、 ディーゼル酸化触媒、NOX トラップ触媒、ディーゼル微粒子補修フィルターを組み合わせた触媒システムが開発された。2010年から欧州向けの ASX 及びランサーに搭載。2010年から欧州向けのアウトランダーに搭載。2013年からデリカ D5 に搭載。3500rpm、最大トルク 360nm。 1500から 2750rpm2014 年度防衛省、調達分から73式小型トラックに搭載。この仕様では、出力やトルクを 4M40 搭載の旧型車と、同一に厳格している。2015年から東南アジア東向けヘパジェロスポーツ、及び国外向けトライトンに搭載。ありがとうございます。